ト産業の強みを生かしながら、これからも国内外さまざまな方との交流連携を加速させることでですね、本当にここがイノベーションの拠点として育っていくことをについて我々も努力してまいりたいというふうに考えておりますので、続きまして、京都産業21がアート&テクノロジービッチ京都。